うわあ、しゃ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 。うわ、たたた。うわ。うわ、びちゃびちゃ。ね、急にね、できてびっくりしましたね。天気予報でこんな、ね、なかったんで。よいしょ。ああ、びちゃびちゃだ。いや、参った参った。ああ、くそー、こんな時間だ。なんかありましたね。なんかありました。なんか人生の悩みが、ああ、終わりですね。いや、あの、そうですね、今ちょっと商談してきて、いやー、もうちょっと時間がこれから行かないといけないんだけど、私がいないと思う。いいんですよ、本当のことを言って。だから私これから商談で大変、私いないと進まないプロジェクトでも、うん、あー、ちょっとびっちゃびちゃだし、くそー、どうしようかな、やまないですね、これ。人には話せないことがありましたね。まあそうですね、この、まあ、仕事、プライベートのことはお話できないですけど、何か自分の胸の内に秘めていることが終わりですね。ああ、そうですね。部長がね、部長が本当もう小うるさいやつで。どうでしょうか。本当にあいつも、なんだろうな、ネチネチ言うんですよね。いかがでしょう。何か。せっかくです。それを話してみるというのは、部長のいかがでしょうか。本当に。いいですか、聞いてもらって。人生というのは時に部長がもう本当にですね、ネチネチして雨宿りというのが必要です。ああ、今ね、あなたの人生は人生雨降ってますね。あ、今外はねびしょ濡れだ。ああ、まあね、今見た通り乾いてくれないと本当にお客様の前ってね。どうでしょう、びちゃびちゃ。え、ここで裸になりましょう。心をね。あの、はい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。なんか困ってることあるんじゃないですか。これって生命保険のライフプランとか提案してるんですよ。なんか困ったことはあるんじゃないですか。話聞きますよ。初めてですよ。家族のこと。困ってることがあるか聞かれたのは。驚きだ。そう、困ってる人ってここまで言ってお困りごとを教えていただけない。困ってる人、そうだな、子供わんぱくでね、なかなか言うこと聞かなくて、人生のこらって怒っちゃったりするんだけど、大雨が降ってる。怒り方がまた難しい。夕立だ。夕立、うん、今ね、そんな時もありますよ今ね。どうでしょう、はい、何かのご縁です。あ、そうですね、はい、聞きますよ。私だから先ほど渡した、うんうん、生命保険で、あの、ね、いろんな方の人生プランとか。どうですか、そろ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 あなたの本音を。本音ですか。おっしゃっていただけませんか。本音、え、うちの生命保険入んないですか。ありませんか。これも何かの縁じゃないですか。しぶとい人だな。困ってますよね。なかなか教えていただけない。人の悩みを聞きすぎると、ね、自分の悩み言えてます。何でもいい、何だ。あなたの方が一枚上手だったようですね。一枚上手。お電話させていただきましょう。必ず電話してくださいね。またお会いすると思います。また、あ、じゃあ明日どうですか。明日またここでお会いしましょう。明日ここで。よし、一件アポ取れた。よし、行こう。